いえ、こんばんは。よく降るね、雨が。ってことで、10月19日土曜日、下ごしらえなのかな、黒ニンニクをね、まあ、黒ニンニクのテスト品をね、この前いただきましたので、ちょっとねそちらを剥くだけの、あ、剥く、いや嘘、ごめんごめん、生姜焼きのタレをね作りますんで、これでせっかくいただきましたので、ね、これで作ったら一体どうなるんだということでね、ちょっと作ってみたいと思いますが、黒ニンニクはねもうね美味しいんですよ。ドロドロなってるんでね、うまいこと取り出さんと、手もねドロドロなっちゃうからね、ちょっと老眼なんでね、よいしょ、うまいこと取り出して、よいしょ、もうなんかあれですよね、もうプルーンに近いですよね、もう黒ニンニクっていうのは。あとまあでも時間と手間がねかかるようですね、これはね。私も作ったことはないんですけど、なんか炊飯器で1週間ぐらい炊くのか蒸すのかちょっとわかんないけどらしいですね、これね。だからまあ貴重なもんなんですけどね。まあ全然売ってはいるんですけど、それはこれは売りに出す前にね、実験として使われた方々ですね。まあいわゆるそのガチのニンニク臭っていうのはね、もうほとんど消えて、本当にこう甘いフルーツみたいな感じですね、もう。しかしよく降る今日は。ちょっと手洗わねえか、これ。皮がデロデロになってる。どのくらい使えばいいのかちょっとわかんないんだけどな。多分今まで、まあ、生姜焼きのタレを作るときに使ってた、これもう蜂蜜がいらないかもしれないね。こいつの甘みでちょっと補う感じにしてみようかな。だから今まで通りの味になるかどうかはちょっとわかりませんが、これでうまかったらうまかったでいいんだけどさ、実際うまかったとしてもさ、まあ、黒ニンニクを使ってタレを作るとなるとえらいコスパ上がっちゃうからな、そこはちょっと考えもんではある。うまい取り出し方法うまいのかな、こうチュルンとどっかから出るんじゃねえか、これもしかしてケツを切ればいいのかな、もしかしたらお尻の部分を切ってグニュってやるとグニュって出るとか、そういう感じかな。いや、ダメだな、ダメだな、芯が、芯の部分はどうにもならんの、ああ、潰れてしまう、あれ、地道にやるしかないな、これ。でもまあこうするとつるんと出てくるな。おお、難しい難しい難しい、ドロデロデロになっちゃうこれな。ああ崩れる、やっぱスプーンで地道にやるか、これは。剥きにくいのが難点のど飴だな、これな。どっからが身で、どっからが皮かが、なかなか判別が。手が。あ、でもね、手に匂いがつかないな、これな。普通こう、オイルがさ、ニンニク触るとつくんだけど、オイルつかないね、これね。もう。
絞り出すに近いな、これは。いや、これはもうこれっきりになるな。手で押し出した方が早いな。これが正しいかどうかは分からんけど。さあ、ラスト。よし、終わった。さあ、黒ニンニクができました。できましたじゃないな、取れました。さて、レシピが出たところで、うすかな、これ全部はさすがにちょっとなあれなんで、どのくらいかな、計量してなあかんからな、どのくらい量かな、こいつを。蜂蜜が20いるから、ニンニクと合わせて、まあこれ100でいくか。やっぱ違いがね、ある程度分からんといかんからな。112、ちょっと多いな。99、よし、100。残りはこれちょっと冷凍しとこう、ラップに入れて。で、生姜をね、するだよ。生姜もね、もらってきました。土付きですけどね、生姜何グラムだっけな。生姜388、400ぐらいか。生姜400ぐらい。これで1個丸々ですからね。こういう風に生えてんだね、生姜ってね。もうスーパーでさ、ある程度小分けにしたのしか見たことなかったから。これ全部生姜なんだね、これね。すごいね。あれだね、ここは切らなさ、どこまで食えるんだっけな、これ。なんか谷中生姜ってこんなとこ食うよね。まあでも、あれだな、食べれるけど、するとあれだな、ちょっと土がついてるけど。また雨降ってきたな、本当に。これで300全部使うか、これ380だもんな。よし、全部いこう。ちょっと洗うわ。そうだよな、よく考えたらスーパーで売ってる生姜なんてもうすでに洗ってあるんだな、もんな。俺黒ニンニク100だな、100だな。よしよし、覚えとかな。ああ、だるい。よー、振るなー、しかし。あー、いや、もういっぱいだな。いやー、今回400g だから結構あるな。ふぅ、よいしょよいしょ。さて、蜜を入れていきますよ。あれ、あ、こっちか。さっきニンニクを取ってたな。やっぱね、生姜焼きだからね、生姜たっぷりなんですよね。なんか生姜風味とかはね、もう勘弁してほしいんで。絶対こっちの方がうまいんだよね。で、醤油、まずはごま油だな。はい、ごま油。まあ分量はね、見える人見てください。
ケチャップ、鶏ガラ、ハチミツはもう黒ニンニクで OK だね。醤油、あ、やばい、この器じゃこの器じゃカバーできなかったぞ、これしょうがない、これでいこう。めんつゆが、うん、豆板醤、うん、しほんとはね、さっきの容器であのブレンダーでねちょっと攪拌したかったんだけど無理だったね、残念ながら。で、八丁味噌、八丁味噌飲むかな、で、みりんが、吸い付きが怖い。もう大丈夫かな。よし、溶けたか。OK ですね。さすが。いや、待て、分ける前に味見をしないといけないからね。実はそんなに美味しくなかったって言ったらね、シャレにならないからね。ちゃんと味見をしてからにしましょう。豚こまです。豚こまちょっと油が多いけど、まあいいな。味見だ、味見。グラム88円で買った豚こまですからね、お安くてグッドです。軽く火が通ったらちょっと弱めにしてね。まあいいですね。量はね、お好みです。お好み、まあ、こんなんで十分です。さあ、黒ニンニクのパワーやいかに。もう一回軽く煮立てば終わりです。これがね、前回作った生姜焼きのタレですね。でこれは今回のですね、色がだいぶ違いますね。茶色っぽくなってますね。五平餅のタレみたいになってるけど
はい、完成です。ではちょっとね、食べてみたいと思います。うん、うん、あ、甘い、甘いけどくどくないね。あ、全然前と謙遜ないぐらいうまい。どういう表現だ、謙遜、ん、謙遜がないけどさらにうまい。うん、うーん、もっと少なくていいな。味はだいぶ濃くなった。あー、だいぶ減らないなこれな。うーん、あ、うまっ。ただまあ実際市販の黒ニンニクの青であの量で作ったらえらいコスパ高くなっちゃうけどね。今回特別。うん、あ、これでご飯頼んだらご飯が湯水のように減ってしまって俺がデブデブ太ってしまうから肉だけでいいや。やべ、すごいな。ということで瓶詰め、これは野菜を、野菜と黒ニンニクをくれた大江農園さんにね、お届けです。明日、明日ね、農作業で行きますんで、その時にね、これをお渡ししたいと思います。喜んでくれるというか。まあ全然ね、肉だけじゃなくて、あの普通に野菜炒めにこれ使ってもあの全然美味しいんで、それはあの私がね実証済みでございますので、よいしょ、オッケー。まあこんなんね、中に入ってるものをさあ、さっき見ましたけどね、まずくさりませんからねこれ。よし、で、まあ、大丈夫とは思いますけど、一応ね、一応ラップをしてですね、こうしてキャップをすると、よっしゃ、これでバッチリだけど、あ、もう一つおまけにジップロックに入れとくと。いいや、はい、じゃあとは俺のタレに、追加ですね、追加で入れます。よいしょ、よいしょ、これでも多分2回ぐらいは生姜焼きできるな。ごめん、マグカップに保存。やっぱブレンダーの力素晴らしいな。よく溶けてるわ。はい、終了。そんなことで生姜焼きのタレ作りでした。またお会いしましょう。アディオス。